では散山、修験道でその名を知られた神仏集合、神仏共存の山々、すべてを温かく迎え、死と再生と誘う聖地。三山の手法、月山、月の神、月読みの御事を祀る月山は、私たちの先祖が安らかに眠る祖霊の山である。音楽家岡野弘樹は11年間足しげくこの山々に通い、平成21年牛年ご縁年の年、月山、湯殿山、羽黒山の三山、出羽の神々に音玉を奉納することを許された。全国から時空を超えて月山へ帰ってくると言われている祖霊を迎える日、お盆を迎える8月13日、月山山頂、月山神社本宮で斎藤祭と呼ばれるお祭りが毎年行われている。精霊が鎮まるお山、死と再生のお祭り。斎藤祭の火を里へ運び、裾野に組まれたごま壇にその火を灯し、祖霊と心から踊る現代の祭りが11年前に始まった。月山炎の祭りというその祭り作りに関わったのが、岡野と出羽三山の深い縁の始まりである。斎藤祭の翌朝、月山神社本宮祭での笛の奏上。庄内地方はこの時に合わせたかのような好天、激しい雨、吹き荒れる風が山を覆う。前日、1984メートルの頂を目指し、山伏星野文弘先達のもと、岡野はスタッフと共に嵐の中を登ってきた。月山神社本宮祭、雨風は止まない。思うように音が出ない。岡野は
この音巡礼の旅の始まりでいきなり厳しい試練を与えられた。イデハの神々の意志なのか、痛みゆく大地、地球の叫び声なのか、ソレイからの伝言なのか。笛の音は生と死の間を行き来する断末魔のうなり声、この世に生まれいずる新しい命の産声のように揺れていた。下山。降り続いていた雨が止んだ。頂の雲がゆっくり流れていく中、風に合わせて笛に息を吹き込んでみる。笛の音に呼応して鳥たちがさえずる。岡野は思う。風は地球の息なのだ。森と水が空気を生み出し、空気が動いて風となる。風に音を乗せる。風と一つになる。自然と一つになっていくような言葉にできない安堵感と喜びが岡野に満ちていた。クオン。岡野が曲に込めた思い。自然界すべての命、獣や鳥、小さな虫、木々に至るまで、すべての命に潜む精霊。全てが神として崇められていた世界。美
ろう命、つながる命、命みなぎるイデハの里は、私たちに大切な何かを教えてくれる。8月15日、江戸の三神社本宮祭。母なる地球の胎内から生まれ出るかのような感覚。裸足の足元から強い力を感じ、大地としっかりとつながった体が自然と揺れ始める。新たな体感が岡野を包み込む。
奉納演奏を終えた岡野は、お滝へと向かった。湯戸の山、ご神体の脇から流れ落ちる神秘の二条の滝。千月とともに滝へ。雪解けの水は、夏でも身を引き裂く痛みだ。しかし、お滝に打たれた岡野の体は、身も心も研ぎ澄まされ、軽やかになっていく。出羽三山が開かれたのはおよそ1400年前。八子の王子が難を逃れて北上し、三本足の霊雄によって羽黒へと導かれたという。八田ガラス、くしくも岡野の聖地巡礼は八田ガラスを信仰する熊野三山から始まった。これも何かの因縁か、大いなる意志の所業なのか、わかる術はない。前に進むのみ。音を奏でる
ガスさん、湯殿さん、羽黒さんの三神が祀られる出羽三山神社。8月16日、最後の奉納演奏を前に正式参拝。ゆっくりと陰っていく日、青から赤に変わっていく光、豪祭殿の大屋根が美しい。出羽三山、牛年五円年にあたり、羽黒山三神豪祭殿の境内に組まれた特設舞台での演奏。紫色の光の中で森重屋が舞う。岡野の脳裏に三山での体験が駆け巡る。ガッサン炎の祭り。今回の出羽三山奉納と岡野、そして若き修験者を支え続ける大消防星野先達にお話を伺った。8月13日まず盆の日ですね、やっぱりガッサンに行く時にはこのやっぱりね、この最初この、まあ、私は天気悪い方がいいなと思ってたんですよ最初。そしたら見事にもう雨嵐で、これは大みそぎをしながらねいいなと思ってたら、見事にこの合算らしく、みそぎをさせてもらいながら、合算っていうのはこの死の世界の、我々が成仏した後お世話になる、あるいはそれがみんな今お世話になってる。ですからまあ言ってみればあの世の、まあ、あちらの世界というイメージ全くそのものにねこう感じたもんだから、いやすごくまず初日の状況としては良かったなと思ったし、下ってきた時にあの8合目の一の竹で の、 この加納さん の、 あの笛のね、あれはまさしくもう何千年も前のなんか音楽祭っていうのはこういう風な感じで、ああいう自然の中でね、このなんか自ら作ったこのなんか楽器かなんかで
でステージもなく岩の上かなんかでね、で聞く方もそれぞれ勝手な思いでこう空を眺めたりね、するのあれがものすごく印象でしたね。そして、15日の日の、井戸の山の、特にあの大鳥居でのね、下でのあの岡野さんのあの壮大なこう演奏がなんかこのまさしくこの井戸の山そのもののこの来世へのなんか夢がこう膨らんでくるようなね、そういうこの音がこうものすごく感じたし、で、最終日16日の羽黒山の、正式参拝した後の演奏にしても、やっぱり羽黒山はこれ現世、現実の世界になるわけですが、なんか現実のなんかこの幸せ感といいますかね、祈り現実感のこの祈りの世界、それを、森さんの あの水の生とね、この龍神への祈り、それから五穀豊穣、まさしくこの現世のスタイルがものすごく出たというふうなことで、本当にあの今あの岡野さんが言ったいわゆる音の巡礼というのが出羽三山のこの三冠三度といいますか、この羽黒山の観音の現世の月山の阿弥陀さんのいわゆる死の世界、そして湯殿山での大日如来の来世、それにぴったりとしたなんか音の巡礼ができたなんですよ。やっぱり長年の岡野さんがずっとこの何年もここにね出羽三山に、お祈りに来て、それがまさしくその山々にあったなんか音が出た、これぞ羽黒修験のなんか音というふうな形で私は受け止めて、羽黒修験のあり方に憧れを持っているという岡野。現代こそ修験の感覚が必要だと思い、自らの音世界にも取り入れているという。修験道というのはやっぱり基本は修行ですよね。修行を通して、要するにその人間の自らの生き方、それが修験者にとっては他人の生き方をお助けするという、そういうこの山伏本来の技というのがあるわけですけども、今ね世の中この新聞見てもいろんなニュース聞いても、まさしくこのなんか心のない世界、で命を非常に大事にしてない日常がどんどんあるわけですけども、やはり日本人が昔からずっとこの心を大事にし命を大事にしてきたその思想というのは、これは修験道が私はしっかりとこの日本の人の日常の中で教えてきたと思うんですよ。それが残念なことに、このようなことになっているわけで、それもやっぱりこの修験道のこの神仏集合の本来のこの思想っていうのが、この江戸までずっと庶民の間でね培われてきて、そして明治政府が、当時の明治政府にしてみればこれは確かにこの近代国家を早くするには、いち早くこの日本人本来の神様というだけの国にすることによって天皇を神にし、それから国家を神にし、そして気持ちをそっちに集中させて近代国家をこの進めてきたということの上ではこれは確かに必要だったと思うんですが、ただやはり日本人のこの心の世界の中では、完全にこの神仏を分けて、そして神仏に一緒にしておった修験道を今度この明治の5年にはあえて廃止して、その段階から私はなんか、今の日本のいわゆる心のない世界、命を粗末にする世界、そういうことが出発してたような気がするんですよ。ですからこの神仏分離になって修験道廃止令になって140年ですよね。そういうことから言うとやはり
今この140年のこの元に戻して、ただこの昔と同じような形にはならないと思うんですよね。今の世の中はこの環境も違うし、いろんな状況も違うし、ですからこれからのなんか神仏分離じゃない、神仏集合のはどうあればいいのかというふうなことはね、今完全にあの日本人の世界ではこう問いかけられていることだと思うんですよ。ですからまさしくこのしっかりとしたこの修験再生といいますかね、そういうことがもう 今必要だなと思ってます。その人その人のね立場で、その人のその人の持っているもので、いかに心の世界、命の大事な世界、そういうふうなものを作り上げていく。だから私はまあ極めて羽黒修験というね、岡野さんは音を通して、やっぱりこの神仏集合から来る、ね、心と命の大事さというものはこう必要だと思うし、もっともっとお互い進化して、行くことがなんかこれからのね日本を作っている、まあ、我々の力は小さいかもしれないけれども、それは礎になっていきたいもんだなと思います。
Listen to your heart. Listen to your heart. Listen to your heart. Listen to your heart.出羽三山の音玉奉納の旅を終えた岡野、翌日再び月山へ。八合目は初日の暴風雨が嘘のような快晴、眼下には雲海が流れていく奇跡のような景色。地球そのものが生きとし生けるものの母、この山はそれを思い出させてくれる場所。私たちはいつも母と一緒にいる。今こそ地球の声に、先人たちの声に耳を傾け、シンプルに生かされていることの感謝を思い出すことが大切だと。岡野はまた新しい夢を描く。いつの日か合算シンフォニーを作曲し、あの空に向けて音を奏でたいと。